グラフトネットワークの第7回目の授業を始めていきます。今日は最大流のモデル化の話をしていきます。で、特にこの割り当てという考え方を紹介していくということになります。それでですね、最大流のモデル化の話は3回やるんですけども、まあ、そのうちの今日が最初の回になるということになります。今日の目標は最大流問題を用いて次の問題をモデル化できるようになることです。で、まあ、割り当て問題と、グラフの次数制約付き位置づけという問題と、リーグ戦における優勝可能性判定問題という話をしていくということになります。では順番にやっていこうと思います。まずは割り当て問題を、話し下します。こういうような状況を考えます。まあ、例としてですね、砂漠で遭難した人々をオアシスで救護したい。だから、そういうことですね。割り当て問題というのは別にこのオアシスで救護するということを対象とした問題ではないんですけども、想像しやすいように、こういう設定で考えます。それでですね、遭難者は携帯電話によって決められた場所まで歩くように誘導できる。すごいですね。砂漠なんですけど、もう携帯電話のですね、電波はちゃんと届いていて、携帯電話で連絡できるわけです。で、その決められた場所って、だから、オアシスまで歩くように誘導できるんですね。で、今、遭難している人8人で、この8人はですね、砂漠のバラバラのところにいると思ってください。で、オアシスは3箇所あって、これもバラバラの場所になるということですね。で、これ、各オアシスに対して、各遭難者までの距離と、救護可能人数が、決まってるんですね。次の表の通りなんですね。オアシスは3つあるんです。オアシス A、B、C。で、遭難者も8人いるということですね。で、ここに書いてあるのは、何かというと、例えば、遭難者5番さんという人は、オアシス B に行くのに、1キロかかる。これ今、キロですね。キロ。1キロかかるということが、この表に書いてあるんですね。例えば、4番の遭難者の人は、オアシス A に行くまで3キロかかるということです。で、この右のところに、救護可能人数っていうのが入ってあるんですけども、オアシス3つあって、オアシス A は3人まで救護可能です。オアシス C は4人まで救護可能です。ということになっているというふうに思ってくださいということです。それでここですね。で、この時に、どの遭難者の歩く距離も3キロ未満として全員救護できますか？砂漠の中ですからね、あんまりたくさん歩かせたくないなっていうふうに思うわけです。3キロ未満っていうのは、これ、3キロ含まないですね。2.9キロだったらいいんですけども、3キロはダメということにしておきます。です。3キロ未満で救護できますか？で、特に、それ可能だったら、どの遭難者をどのオアシスに歩かせるように、誘導すればよいのかということまで、導きたいというわけですね。で、これを、解きたいわけです。で、どうしましょうかと考えるということですね。で、ちょっと状況整理してみましょう。今、これ3キロ未満って言ってるんで、3キロ、あるいは3キロより多く移動することは、許さないわけなので、この遭難者のですね、この歩くべき距離、オアシスまで歩くべき距離が、その3を下回っているのか、3以上なのかってことが、重要な情報になるわけです。で、今、ここでですね、赤くしたのが、この3未満になっているところですね。3未満になっているところ。でですね、上にこの、グラフを使って状況整理ということで書いてるんですけども、これどういうふうに書いてるかっていうと、これはまず2部グラフです。2部グラフ。で、ですね、この上の方が、この遭難者に対応するんですね。この一つ一つの頂点が遭難者に対応しているということになります。で、下の方は、オアシスに対応している。オアシス3つですね。A、B、C であると。で、その間にこの辺がいくつかこう引かれてるんですけども、どこに引かれてるかというと、距離が3未満のオアシスと遭難者の間に引かれています。例えば、ここですね。遭難者6とオアシス B の間、これ距離1ですから、6と B の間には辺が引かれていると。例えば、これですね。遭難者5とオアシス C の間、これ距離4ですか、4km ですから、5と C の間引かないということですね。で、こういう形でこの2グラフを作っています。これいいでしょうか。で、このグラフの上で何か考えるということは重要だなということが、わかるわけです。それは歩く距離が3キロ未満か、そうでないかということで、今、誘導を考えているからですね。はい。
で、ここからの目標は、この問題、今のそのオアシスで救護できますかっていう問題を最大流問題としてモデル化するということです。で、今はこの2部グラフは先ほどのその、状況を整理したときに出てきた2部グラフですけども、これを使っているということになります。で、今はその全員救護できますかっていうふうな問題なんですけども、これを最大救護可能人数を計算するという問題として捉えます。だからその最、全員が救護できますかっていうふうに聞いてるってことは、言い換えると、この状況で最大に救護できる人数が8人である。ってことを、まあ、分かればいいわけです。もしかしたら、最大救護できる人数は7人かもしれないし、6人かもしれないし、4人かもしれない。わけですね。で、その最大救護可能人数が分かれば、先ほどの問題は、解けるということになるわけです。いいでしょう。で、それを考えていくために、この最大流問題としてモデル化するということをやるんですけども、そうすると、何が問題かというと、どのようにこの最大流問題としてモデル化するのかということになるわけですけども、じゃあまずですね、どういうふうに考えるのかっていうアイデアをご紹介するんですけども、ここでは割り当てるということをしたいわけです。割り当てるというのは何かっていうと、この8人の、この遭難者を、この A、B、C というオアシスのどこかに一人一人こう割り当てたいわけです。割り当てるっていうのは、こういうことですね。例えば、これ赤くしたんですけども、これはどういう状況を表すかというと、8番という遭難者が C というオアシスに割り当てられていると。で、その割り当てられているという状況を、この赤い辺ですね。これで表しているというふうに思っています。そうすると今ですね、この状況では C というオアシスに、8番さんと4番さんと1番さん、あんまり人を番号で呼ぶというのは良くないですね。だから、遭難者8、遭難者4、遭難者1で、2、あ、それ、その3人が、この、オアシス C に割り当てられているということですね。オアシス B には3番、5番、7番が割り当てられている。A というオアシスには2番、6番が割り当てられている。こういう状況を、今、この赤い辺で表していると思ってください。で、この割り当てるっていうことを、今からこの流すってことに対応させたいですね。で、その割り当ててるってことは、実際この流して、水を流してるんだってことに、うまく対応させて考えてあげたいということになるわけです。で、そうするとですね、そもそもこの最大流問題で考えてるのは、有効グラフだったわけですね。で、しかもその S と T っていう、その流れ始めるところと、流れが全部こう届くところっていう頂点が、あったわけです。で、そういうものがどこに、位置するべきなのかってことも考えなくちゃいけないですね。で、今言ったように有効グラフ考えますから、その弧の向きとか、弧をどのように作るのかとか、あとその容量を設定する必要がありますが、それをどうするのかってことをちゃんと考えていかなくてはいけないわけです。で、それをですね、一つずつやっていきましょうということになります。はい。でですね、このようにちょっと天下り的ではありますけども、このようにモデル化するとうまくいくという形になります。で、これをどのようにするかっていうと、もともとですね、この真ん中の部分、先ほどの2部グラフをそのまま持ってきています。で、そのままと言っておきながら、ちょっと変わっているところがあって、何かっていうと、それは、辺だったもの、向きがなかったものに向きがついています。で、向きは上から下についていると。どの弧を見ても、この間の部分は上から下に向きがついています。で、それとですね、別に S と T という頂点を新しく用意して、それを付け加えています。ですね。で、S からは、この遭難者に対応する頂点に全部弧が出ているという形になっていて、T というこちらの方の頂点には、オアシスの方から全て弧がですね、出ていっているということになっています。はい。で、このようにして、今、この有効グラフを作りました。有効グラフですね。最大流問題考えるときは有効グラフを考えるわけですから、これで有効グラフできましたということになります。で、あと考えたいのは、弧の容量ですね。弧の容量を考えたいということになります。でですね、これもちょっと、天下り的ですけど、こうやってやるとうまくいくのでやります。S から出ている弧、S を支点とする弧ですね。ここの、弧の容量はどれも1という形にします。これなんでか後でちょっと説明しますね。
で、次。湘南とオアシスを結ぶ部分の子。これは、今、1位にしてます。容量を。すべて1です。実はですね、これ生成数なら何でもいいんですけども、まあ、ここでは、1にしてます。だから、今、これ2でも3でも4でも100万でもいいんですけども、まあ、生成数なら、まあ、整数ってことだと、ちょっと重要かもしれません。けど、何でもいいんです。この間ですね。で、最後でこう余っているところは、残っているところは、このオアシスからキーに向かって伸びている子ですけども、ここの部分は、そのオアシスの救護可能人数を書きます。先ほどですね、オアシス A で救護可能な人数が3だったので、ここのその子の容量は、その3という救護可能人数、オアシス A の救護可能人数をつけます。オアシス C の救護可能人数が4人だったので、この子の容量は4になります。で、これで S から T に向かって流す。ST 流を考えます。で、直感をちょっとお伝えしたいんですけど、先ほどですね、この B に、まあ、例えばこの3と5と7っていう、遭難者が割り当てられるっていう時には、まあ、こういうその赤い辺でこう表したっていうふうに書いてたんですけども、これは実は、この S から T に向かって、まあ、B を経由して3だけ、3単位、流しているっていう状況にこれ対応するわけです。で、どういうことかっていうと、まあ、この今、3と5と7から、まあ、B に向かってるっていう部分を、この流れの一部としてですね、使おうと思うと。で、特にそこをその1単位、ちょうどこの 3B、5B、7B のこの容量1を目いっぱい使うように流そうと思うと、まあ、どのように流すことができるかというと、これは S をスタートして、T に向かっていくように流すわけですから、まあ、その S から3という頂点に向かって、流していく必要があります。で、この3から B に向かって、これ1だけ流そうと思っているわけなので、S から3に入っていく量もちょうど1ないといけません。それはこの3という頂点のところで、流量保存制約を満たす必要があるからです。ですね。だから1、1から3に流して、その1が3から B に流れていくということになります。で、同じように、5から B にも1流そうと思ったら、S から5に1流している必要があるわけです。ですか。で、同じように、7から B に1だけ流そうと思ったら、S から7に1だけ流している必要があるということになります。ですか。それで、この3と5と7からこの B に3単位だけ、流れが届くわけですけども、その流れがちゃんと B から T に全部、流せるかと入れると、それは流せって、なんでかというと、この B から T に向かっ、B から T に向かっているこの容量は3だからですね。だから、このような形で、オアシス B では、3と5と7を、まあ、同時に救護することができると。いうことが、この値が3である。流れの存在から分かるということになるわけです。いいですか？ですか？だから、まずちょっと、だからこの赤い線が何なのかということをもう一回、ちょっと書いておくと、これ、今までは、この赤いところ、これだから、例えばなんかこの1四角とか、こんな感じで書いてたんですけども、ちょっとこれをですね、ちょっと、で、ここは3本連なってるんですけども、これはだから、3だけ、3単位、この上流れてるっていう、まあ、イメージを持ってほしいということですね。いいでしょうか。まあ、こういう形になっていると思います。で、これで、その S から T に、3単位だけ、だから、値が3である、流れを、まあ、流している。で、それによって、3と5と7が B というオアシスで救護されている様子を、まあ、表しているというふうに思ってください。で、まあ、そんな形で、このですね、有効グラフを捉えてほしいわけです。じゃあ、実際に、じゃあ、この S から T に、向かって、この最大流、最大 ST 流、どんなものがあるのかってことを、見つけてもらうと、まあ、こんな感じになります。左側はこれ最大の一つです。で、右側は、最小カットの一つになっています。ST カット、最小 ST カットになっています。でですね、まあちょっと、細かいところは後で見るんですけども、これにおいてどういうことが起きているかというと、これ、左の方はこう S から、1、2、3、4、5、6、7、8、
単に出ていってますから、で、出ていって、これ流れになっていることは、まあ、確認できるんですけども、そうするとこれは、流れであって、その値がですね、8であるようなものになっているということがわかります。ですか。で、そうすると、このような流れの存在から、前回の復習をすると、この最大、ちょっとこれは赤くなってしまったので、もう一回、色を戻すと、最大、ST 流の値っていうのが8以上だとわかるんですね。この値、流れの存在からですね。で、一方で、これ左側、これは S だけっていう、これは ST カットです。で、その容量は、その部分から出ていっている、この容量の和です。ですから、容量の和です。で、その個は8個あって、どれも容量が1なので、そこから前回やった通り、最大 ST 流の値っていうのが8以下だとわかるわけです。ですか？つまり、この左側に書かれている ST 流は最大 ST 流であり、右側に書かれている ST カットは最小 ST カットであるということがわかるんですね。で、それによってこの結論が得られる。最大 ST 流の値と最小 ST カットの容量はどちらも8であるということがわかるんですね。ですか。で、それで、これはだから実際に、この8人全員が救護できて、救護できますよってことを、この最大 ST 流が、教えてくれてるわけです。で、どう教えてくれてるのかってことを、ちょっとつぶさというか、詳細に見ていくと、A には、2と6が入ってきてます。ですね。で、B には3と5との中が入ってきてます。で、C には1と4と8から入ってきて、1単位ずつ入ってきてます。で、その A には2つ入ってきてるので、その2つ、その、2単位の流れが T に向かって、流れていってる。で、その2という、その流れの数値は3というこの容量以下になっているから、ちゃんと容量制約も満たしているんですね。で、ここの B のところも、3、5、7から入ってきて、これ3単位 B から出ていってるんだけども、それも、B から T に向かっているこの容量3以下なので、ここも容量制約満たしているんですね。で、C に入っているのは、これも3単位なんですけども、C から T にだから3単位分こう押し出されている、流されているんだけども、その C と T を結ぶ C から T に向かっているこの容量4なので、そこもちゃんと容量制約に満たしているわけですね。だからこれ全体で、まずその容量保存制約も容量制約も満たしているので、ちゃんと ST 流になっているということがわかるわけです。で、それで、それが先ほど言った通りの、何でしたっけ、救護のですね、仕方を表したわけです。つまりその C というオアシスには1と4と8を誘導すると。B というオアシスには3と5と7という遭難者を誘導する。A には2と6を誘導するということにすれば、これで全員救護できますということまで、これは教えてくれるわけです。いいですか？で、その ST 流が最大 ST 流であるということを、この最小 ST、この右側の ST カットが教えてくれているということになっているわけです。いいでしょうか？ここでは、その流れっていうのは、その前回ですね、そのまあ、その水が流れている様子を思い浮かべてくださいっていうふうな形で紹介したんですけども、この流してるっていうことを割り当てているということに、まあ、対応させているわけですね。置き換えている。あるいはその流れというのは、その、まあ、比喩であって、例えであって、その割り当ててるっていうのは、なんかこのようなその矢印で表しているような流れとみなすことができると。というふうに思っているわけです。だから、流れを今、割り当てに、まあ、見直す、だと思うことで、たくさん流すっていう、その最大流問題の目的であったことは、たくさん割り当てる。だから、ここでは、その最大救護可能人数が何人なのかっていうような言い方をしたんですけども、その、たくさんの、遭難者をオアシスに割り当てるっていう問題に増してるんだというふうに思ってください。で、今の場合は、これも8人全員、
救護できる。つまりその最大救護可能人数は8であるということになるんですけども、もし、この最大 ST 流の値が7とかですね、6とかだったりする場合には、これが最大救護可能人数がその7とか6っていうことになるわけです。つまりこの T に入ってくるこの赤い矢印の中ですね、その7とか6になるわけです。でそうすると、全員救護できないってことは分かりますし、なおかつ最大救護可能な人数が7とか6とか。でその時にはその7とか6、7人、6人をどのように誘導すればいいかってことも、この流れ自体を見れば分かるということになるわけです。いいでしょうか。でですね、ここで今この最大 ST 流、この左側の流れが最大 ST 流であるということを言ったんですけども、ここでちょっと気をつけなくてはいけないことがあって、何かというと、今ですね、この流れというのは、その一つ一つを見ていくと、その前のページのですね、ように、この、なんていうんですかね、長さ3のこの有効度にこうなんか分けられてるわけですね。で、まさかそれが集まってなんか流れとなっているっていうふうに、まあ、見えてるわけです。この左側の部分ですね。で、一般にですね、流れっていうものがそういうふうに分けられるかどうかってことはまた別の問題なんです。今は、まあ、この例では分けられてるんですけども、本当にそういうふうに分けられるのかっていうことはちょっと疑問が残るわけです。で、それをちゃんと考えようとすると、ちょっと面倒なんですね。しかしですね、我々は前回最後に、とても有用な、重要な、定理というのを紹介していて、それは何だったかということをちょっと思い出す必要があるんですけども、それ何だったかというと、これですね。整数流定理です。整数流定理って何だったかというと、どの個の容量も整数であるような場合には、最大 ST 流として、どの個の上に流れている、その流れの量も整数であるような最大 ST 流が存在すると。ということを言ってました。それが整数ですね。どの個に流れる量も整数であるような最大 ST 流が存在するということですね。で、そうすると、何かというと、今ですね、ここと例えば S と8を結ぶ個の容量は1なんですけども、この個の容量は1なので、この整数、最大整数、最大、ちょっと、どういう言葉を使っていたかとか、ちょっと忘れてしまったんですけども、だからこの最大流でおいて、最大流なんだけども、このどの子に流れる量も整数であるようなものを考えると、この S から8に向かっている子の上に流れている量というのは、そういうその、まあ、整数流というんですけども、整数流においては0か1になるわけです。容量制約、だから0以上1以下であるような値で、整数であるものは0か1なので、その、最大整数 ST 流かなにおいては、この S から8に流れている量っていうのは0か1に必ずなります。ですか？で、仮に1流れてきたとしますね。この8という頂点に1流れてきたとします。まあ、この例では1流れてきたんですけども、1流れてきたとします。そうすると、整数最大流、さっき言った違うかもしれませんけども、この整数流においては、入ってきた1、というのは、例えばこの2つの、出ていっている子に分かれて、例えばこう2分の1ずつ流れるということはないわけです。整数流だから。だから整数流だったら1入ってきたら出ていくのはどこか1つの子だけを使ってそこに1流れるという形にしかならないわけです。で、それが今この絵では起きているわけです。この一番右端の子に沿って、この整数の値である1が出ていっているということになるわけです。ですか？で、その1というのが、このオアシスに対応する頂点に集まっていって、で、それから整数だけ全部集まってきますから、この C から出ていっている、この一つの個の上を流れる、その量っていうのも、まあ、整数になるわけです。ですか？で、そうすると、まあ、この、この、流れている量が、この1、1、1っていうふうに、辿っていけて、それがちょうどその、長さ3の道になっている、有効度になっているっていうような形が、この整数流であるという性質から導けるわけです。
ですか。それは、その、どの、なんだっけ、遭難者に対応する頂点を見ても同じなわけですね。いいですか。で、この、まあ、この、まあ、道に分けたいっていうことから、この S と、遭難者の間の容量は、まあ、1にしてると思ってください。それで、1入ってきたものは1出ていくわけですから、この、まあ、真ん中の部分の容量は、まあ、1にしてると思ってもらってもいいんですけども、実は、この1っていうのは、別に2にしても3にしても100万にしても、整数である限りは、この整数流定理が使えるということになるので、1入ってきたものは1出ていくという、性質は保たれます。1以上の正整数だったら保たれます。ですね。よろしいでしょうか。で、こういう形でちゃんと、この流れが、この割り当てに対応できるっていうのは、この整数流定理を使っているから出てくる性質なんだっていうふうに思ってください。だから例えばですね、今ここの、真ん中の部分の、容量はですね、整数じゃなかったら、補正する定理が直接使えないので、今のような議論は、まあ、できないことになるわけです。だからですね、まあ、そこはちょっとした、まあ、証明上というか、議論を、正確にするための、まあ、工夫であるというふうに思ってもらってもいいですし、まあ、それによって、この真ん中の部分の容量を整数にすることによって、例えばですね、この問題をなんかソルバーとかで、とか、まあ、プログラムで解かせたいと思ったときに、その安心して、まあ、整数流定理が使えると。ということになるわけです。よろしいでしょうか。という形で、この割り当て問題の話は終わりになります。はい。ではですね、続けて今のような考え方を元にして別の問題をちょっと解いていきたいというふうに思います。で、まあ、次の話はですね、まあ、応用があるのかと言われると、ちょっとわかんない問題なんですけども、応用があるというか、現実世界でこういう問題が出てくるのかというか、ちょっとわかんない話なんですけども、説明しやすいので、ちょっとこの話をします。で、これは、グラフの実数制約値向き付けという話です。で、どういうことなのかということをご紹介します。まずですね、そのグラフの向き付けという概念があるんですけども、これは何かというと、向こうグラフを有効グラフに変換する操作の、あるいはその操作した結果のことを表していると思ってください。で、今ですね、これ左側が向こうグラフです。で、この向こうグラフの向き付けっていう言い方をするんですけども、向き付けとは何かというと、この向こうグラフの向こう辺ですね、この向きがついていない辺を矢印付きの弧に置き換えることです。今これ左側、これ置き換えた様子を表しているということですね。ただ、その置き換えるという操作のことを向き付けということもありますし、その置き換えて得られたこの有効グラフのことを向き付けというふうに言うこともあります。まあ、これはですね、まあ、英語のオリエンテーションっていう、まあ、これ向き付けに対応する英語なんですけど、まあ、その英語のオリエンテーションを訳して、まあ、こう向き付けというふうに呼んでるんですけども、だからですね、英語っていうのは、まあ、日本語と異なった言語なので、そのまま訳すとですね、日本語として不自然なことが出てくるってことよくあるんですけども、この置き換えた結果である有効グラフのことを向き付けっていうふうに言うのは、なんか日本語の感覚からするとですね、あんまりよくわからないなっていう気がするかもしれないわけですね。だからその向き付けっていうのはその行為であって、その行動のことを指しているわけで、その行動の結果を起こることを、起きたものを向き付けと呼ぶのは、なんか引っかかるような気はするんですね。だけどもですね、英語の方はそうではなくて、英語の方ではこう、オリエンテーションっていう、これはその、もともとこのオリエントっていう、その向き付けるっていう、動詞から派生している名詞なわけですけども、その時にはその向き付けることっていう、その動作とか行為を表すこともできるし、このオリエンテーションっていうこの名詞がですね、その行為を表すこともできるし、その行為によってできた、結果の、その、結果ですね。ここで言うと、その、結果としてできた有効グラフそのものを表すということも、このまあ英語ではあるわけです。で、他の例を今パッと挙げようと思ったんですけども、ちょっと思いつかなくていけないですね。思いつくかな。パッと思いつかないですね。じゃあ思いつかないんで、ちょっとこれは、残しておきますけども、まあ、そういうことがあるわけです。その動詞の名詞形として派生したものは、その行為を表すこともあるし、行為の結果
起きたこととか、できたものを表すこともあるので、まあ、そういうことだと思ってます。だからちょっとその日本語として不全だなっていう気はしますけども、まあ、そういうこともあるので、それは注意してください。はい。だからこれは、あってしまった。これですね。この左側の有効グラフは右側の無効グラフの向き付けです。はい。それでですね、今考えたいのは何かというと、こういう問題です。無効グラフがありまして、まあ、頂点集合が V で、円集合が E ですね。無効グラフがありまして、各頂点に微不整数 MV というのが与えられています。各頂点 V に微不整数 MV が与えられています。例えばですね、この赤い数値が各頂点に与えられている微不整数だと思ってください。だから今、ここの例では、M7、7という頂点に与えられている数値が2であるというふうに読んでほしいわけです。まあ、別の例で言うと、ここですね、この3というところを見ると、3という頂点に与えられている数値2ですから、M3 が2であるというふうに思っています。2ばっかりだしちゃっていなかったですね。じゃあ、ここも出しましょうね。頂点1に与えられている値は1ですと。こういうことですね。こういう感じになっている。で、何かというと、何をしたいかというと、これ質問。各頂点の入り次数が MV となるような、各頂点 V の入り次数が MV となるような向き付けが、この向こうグラフにはありますかってことを聞きたいです。これはちょっとしたパズルのような感じですね。ありますかと。で、まあ、この場合ちょっとあるんですけども、まあ、実際作ってあげると、まあ、こんな感じになりますね。ですか。入り次数っていうのは、その頂点に入ってきている個の数です。入ってきているか、その頂点を終点とする個の数です。今、この8という頂点を見ると、ここ2から向かってきている個が1個ありますので、で、この1個だけなので、この8という頂点の入り次数は1です。だから、この向き付けにおいて、入り次数は1であって、それは、この与えた M8 という数値に等しいということになっているわけです。ですか。で、それは、どの頂点を見ても正しいことですね。例えば、この7という頂点を見ると2つ入ってきている。だから2で等しいと。6という頂点を見るとこれ1個入ってきている。ですね。だから1等しいという感じですね。いいですか。ちょっとまあ確認してください。で、こういうふうに向き付けができるかどうかということを、質問されているわけです。で、まあ、そういう向き付けがあるんだったら実際に見つけてほしい。ってことも、まあ、考えます。で、それでですね、これは実は先ほどの割り当て問題なんですね。ということを今から見ていきたい。まあ、その前に、簡単な必要条件ですね。これは成り立っていないとそういう向き付け存在しないことは簡単に言えますよっていうことが、あります。簡単な必要条件。これですね。だからちゃんと言うと、各頂点 V の入り次数が MV となるような向き付けがあるならば、ここに書いてある条件が成り立っていないといけませんということですね。で、何かというと、左辺。これは、この向こうグラフの辺の数です。ですか？辺の数ですね。で、これは、今、この各頂点に与えている非不整数 MV の総和と等しくなくてはいけませんよ、ということです。今ですね、まあ、例えば、この例は、まあ、見付けられているんですけども、この辺の数って何ですかっていうと、これは、まあ、数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ですね。14です。じゃあ、一方、この、MV の総和。これはいくつかというと、この赤い数字ですね。赤い数字を全部出してどうなるかと、まあ、これやるわけです。で、そうすると、書いてみると、1+2+2+3+1+2+1 と、こうなりますね。で、これは、14だとおかしいんですけども、14かな。14ですね。合ってますね。14ですね。はい。ということで、まあ、この例においては、この2つちゃんと等しいことは、まあ、わかるわけですけど、これはどんな場合でも成り立ちます。向き付けがあるならば、と言います。まあ、これは、有効グラフに対する悪称題がわかるって書いてあるんで、これ演習問題かな。だと思うんですけども、
確かめてください。で、だからまあ、これは今から、まあ、成り立っていると、まあ、仮定しましょう。仮定しましょう。それが成り立ってなかったら、もう、向き付けないと結論できますから、これは仮定します。で、じゃあ、ちょっと、今、この例ですね。この例は、先ほどと同じように、辺の数は14で、この MV の和を考えるとどうなるかっていうと、これちょっと足してみると、これは2たす0たす2たす3たす、1たす2たす3たす1、これ14だってほしいんですけど、14ですかね。6、10、14合ってますね。14ですね。だから、先ほどの必要条件は満たしているわけです。だから、その先ほどのですね、この条件が成り立たないということから、向き付けがないということは、まあ、導けないような状況です。だから、もしかしたら向き付けないかもしれないし、ありかもしれない。で、まあ、そういうような状況にもなったわけですね。で、じゃあ、実際、こう、ちょっと、この MV の値が因数になるような向き付けがあるかどうかってことを考えていきたい。そうするとですね、ちょっとまず、じゃあ注目したいのは、ここにですね、0っていうのがあるんで、ここは、だから、因数0じゃないといけないので、まあ、そのような向き付けがあるとしたら、それに関連している、それに関連している、この2という頂点に接続している辺はすべて、2を支点とするように向き付ける必要はあります。ですかね。だから、向き付けがあると仮定すると、この4つの辺の向きが決まります。ですか。で、そうするとですね、ここであれ困ったなということが起きることがわかるんです。何かというと、今ですね、この5と8の間に辺があります。で、この5と8の間の辺は、その5を終点とする向きか、8を終点とする向き、まあ、どちらかに向き付けられるわけです。で、そうすると何が起こるかというと、今ですね、この5と8には2からですね、この子が向かってきていて、まあ、そこで、この1という、この使って良い因数の値がすでに今消費されてる。消費されてるわけですね。消費されてるっていうのは、つまり、今この時点で、この2に接続している辺を向け続けた時点で、5と8に接続する辺の向きが、またここで決まってしまうわけです。そうすると、この5と8を結ぶ辺は、どちらにも向き付けられないってことが分かって、つまり、何かというと、このグラフにおいては、この与えた非不正数を因数とするような位置づけは存在しないということがわかります。だから、これ何を言っているかというと、この、値の与え方は、前のページにあった、この必要条件を満たしているんだけども、この必要条件は十分条件ではないということを教えてくれているわけです。ここまでですね。いいですか？だから、まあ、必要十分条件をなんか導こうと思ったら、もう一つ考えなくちゃってことになります。で、まあ、必要十分条件を考えるというのは、実は演習問題になると思うんですけども、ここでは、その演習問題は、まあ、その一般的な場合を考えるんですけども、じゃあ、この場合ですね。なんで、今、そういう位置づけがないのかってことは、まあ、ここから始めて順番にやっていったら分かったっていうことになるんだけども、まあ、こういう方法で、どういう場合でも、その向き付けが存在しないと言えるかどうかちょっと分かんないので、もう少し一般的な方法を今からご紹介したいと思います。で、そのために、この向きをつけるという問題を最大流問題とモデル化するんですね。で、考え方。これ前回の復習って書いてますけど、これは前の例の復習です。前の例の復習なんですけども、それ何かというと、それは流れと割り当てを対応させるということでした。じゃあ、この問題において何を割り当てることになっているかということを考えると、これ何かというと、向き付けるってのは実は割り当てている。その因数を割り当てているというふうに思うわけです。例えばですね、じゃあ、これ書いてあります。読みます。辺 UV が個の終点を U か V で割り当てるとみなす。書いてます。例えば、今ですね、じゃあこの部分。この7と8を結ぶ辺があるっていう部分を考えると、これはどういうふうなものかっていうと、この7、8っていう辺があるわけです。7、8っていうんですね。で、この向きっていうのは、7を終点とするか、8を終点とするか、まあ、どちらかに。一つなわけですね。7を終点とするか、
8を集計するか、どちらかに1つなわけです。7、8です。こうですね。で、これは、どういうふうに見なすかっていうと、今この7、8っていう点があるんですけども、その終点を7に割り当てたら左の状況になるし、その終点を8に割り当てたら右の状況になるということになっていると思うわけです。で、その時にこの与えられている数値は何かというと、その割り当てられた辺の数ですね、その個の終点の数っていうのがちょうど1じゃないといけませんとか、ちょうど2じゃないといけませんとかってことを表しているというふうに思ってほしいわけです。で、そうすると、先ほどのその、遭難者をオアシスに割り当てるっていう見方が、をそのままその平行にこちらに持ってくると、この終点を頂点に割り当てるってことに対応することになるわけです。で、そうすると、この数値ですね、割り当てられている数値は、そのオアシスの場合に、オアシスの救護可能人数っていうのが、割り当てられる、遭難者の数に対応していたわけですけども、それは、この場合では、こちらのその、向きづけを考える問題では、各頂点に割り当てられている被付整数が、その頂点が引き受ける、その終点とする、辺の数に対応するという形になるわけです。で、そう思うと、先ほどのその割り当て問題、そのオアシスでの救護の問題の考え方は、そのまま、この問題に使えるということになります。いいですか？で、それを今からやっていきましょうということになります。だからそのように有効グラフとか、S とか T とか、この要領っていうのを作っていくということになります。で、まあ、そのように、そういうものを作ることがモデル化するということの意味だと思ってください。はい。で、実際やってみます。で、こんな感じで作りますというのを、もうすでに書いてました。で、これをどういうふうに作っているのかということを見ていきます。まずですね、上の方には、辺に対応する頂点があります。だからこれ先ほどの、救護の問題のイメージで言うと、この上にあったのは遭難者だったわけです。で、遭難者をオアシスに割り当てるってことを先ほどやったんですけども、今度は、その辺の終点、その辺を頂点に割り当てるってことを考えるってことなので、この遭難者に対応するところが、遭難者に対応するところが辺になるわけです。いいですか？で、下の方にあるのが、その辺を頂点に割り当てるわけだから、頂点になります。まあ、頂点に対応する頂点があります。ですか？今、この、グラフには8個頂点があるので、この今作っている有効グラフにも、この下の部分に8個頂点を置くということになります。ちょっと前に戻りますと、この辺の方ですね。辺の方、これは14個。ここに頂点があるということになります。辺に対応する頂点があるので、その頂点の名前はこの元のグラフを辺にしています。ですか？例えば、この辺っていうのは、これは7と8を単点とする辺が7、8ですね。で、それが今このちょうどこういう右端にあるということになってます。いいですか？で、それで、頂点があって、で、それでですね、その辺 E に対応する頂点。例えばこの辺3、6に対応する頂点なわけですけども、そこから頂点 V に対応する頂点に項を引くのはいつかっていうと、V が E の単点であるときで、その時に限るということです。で、今この3、6という辺の単点は3と6なので、その3と6に向かって、このグラフでは、有効辺が、個が引かれています。で、その他の部分には引かれてないということになります。だから、この上のですね、辺に対応する頂点の出自数は2になっています。いいですか？いいですか？はい。それで、この下の部分ですね。頂点に対応する頂点。頂点に対応する頂点って言い方はいきませんよ。まあ、そういう風としか言えないので、頂点に対する頂点ですね。元のグラフの頂点に対する頂点と t を結ぶ弧。あ、そうか。まずちゃんと言ってないんですけども、s とこの辺に対応する頂点の間は全部、この s から向かって、こう作ります。で、t と頂点に対する頂点の間には、頂点に対応する頂点から t に向かって全部こう作ります。これ言ってなかったですね。はい、すいません。で、この頂点 v に対応する頂点から t に向かう弧。
に対しては、容量をどのように見つけるかっていうと、これは、その頂点に与えられたこの M の値です。MV です。だこれ先ほどの言い方に例えると、この頂点に対応する頂点は、オアシスに対応したわけですけども、そのオアシスの救護人数ですね。で、それが、ここに与えられた MV という数値に対応していて、だからこれはその救護可能人数ですね。そのどれだけの辺を、この頂点で、その終点として引き受けられるか。ってことを表しているということになります。ですか？で、S から辺 E に対応する頂点へ向かう子の容量をどうするかというと、これ図が変わってないです。ここですね。これは1なんですけども、これは、どの頂点に対しても、その頂点に割り当てる量が1になるからですね。それは1にいきます。で、真ん中の部分。この真ん中の部分。これは先ほど、オアシスでの9号の話では、1以上の生成数だったら何でもいいって言ってたので、ここでも何でもいい生成数をつけます。で、1でもいいんだけども、ここではなんか無限大にします。無限大っていうのは、すごく大きな生成数だと思ってください。正規に出すときと、直すと、生成数ですね。だから、例えば、すごく大きな生成数、皆さん思い浮かべてください。で、それよりも大きな生成数です。何を言ってるんでしょうね。すごく大きな生成数です。生成数だったら何でもよくって、1でも構わないんですけどね。この場合は1でも構いませんけども、すごく大きな生成数です。で、それで、考えます。で、それでですね、これ今これ実際流した様子を書いてて、これは、実際整数最大 ST ですね。さっきその最大整数 ST とか最大 ST 整数とかいろんなことも言ったかもしれませんけども、多分整数最大 ST が一番いいですね。最大整数 ST 流というかもしれません。ちょっとこれ多分用語が定まってないかもしれません。すみません。だから、整数流で、なおかつ最大 ST 流であるものを書いています。で、だから、これはその、矢印一つが1単位を表してみてください。だから、こう1が流れて、だから1、この S から78っていうところに向かっていって、それが、その78が、7に向かって流れていって、で、5、7にはその5、7と78から入っていって、その2単位が全部 T に流れていってるという形になっています。ですか？で、そうすると、今、ここにちょっと、この容量、ちょっと今、見にくくなってます。容量を見ると、容量は、それが順に、1、2、2、2、3、1、2、1です。1、2、2、2、3、1、2、1です。ですか？で、流れてる量、この赤い矢印の数は、順番に、これ、1、2、2、3、1、2、1になってます。ですか？ってことは、何を表すかっていうと、これは、まずその値が14であるような、整数 ST 流になってるんですけども、ここのその MV として、初めのこっちのですね、グラフの方に割り当てられていた値と同じだけ各頂点にその終点が割り当てられてるんだっていうことがわかるわけです。ですか？だからこれに、この今、流れは見つかったんですけども、この流れに沿って、このグラフが向き付けられるということになるわけです。で、ちなみになんでこの流れが最大 ST 流なのかというと、それを確かめるには、先ほどと同じように ST カットを考えればいいわけです。で、ST カットを考えると、例えばこの、S だけっていうものを考えると、その容量は14になってますから、先ほどの、ST 流と同じ、先ほどの ST 流の値と、今ここで考えている ST カットの容量は同じなので、つまり前のページで考えた、この ST 流は最大 ST 流ですということが結論付けられるということになるわけです。ですか？で、それに、この見つかった最大 ST 流、
整数最大 S という情報が重要で、この整数最大 S というに対応する形で、この左側のグラフの向き付けで、この MV という値が比例次数になるようなものが見つかるということになるわけです。いいですか？でちなみに、その必要条件として、この元のグラフの、辺の数というのが、ちょっと今、こうやって書いちゃった。この頂点に対する、この M の値の和と等しくなくちゃいけないという、こういう条件があったんですね。必要条件ですね。で、これは、この流れの様子を見ると、ちゃんとそれが満たされているということもわかります。なぜか。今ですね、この流れというか、流れ、ちょっと戻りますね。今ですね、この、もともとこの作ったグラフと容量において、辺の数っていうのは何に対応しているかっていうと、実はこの S っていう、ST カットの容量に対応します。だからこれは、S という ST カットの容量が、この辺の数に等しいということなんです。実際、このですね、2段目のところ、ここには、その辺の数だけ、頂点があるわけですけども、つまりこの S から出ていっている、この個の数というのは辺の数だったわけです。で、それらの容量はどれも1になって、その容量は辺の数かける1、つまり辺の数になるということになるわけです。で、一方で、この ST カットとして、これですね。これ何でしょう、ね、T 以外。あ、私も集合で書きたかったんですね。T 以外からなる集合。っていうのを持ってくると、これは、頂点から、頂点に対応する頂点から出ていっている、この容量を足したものになります。で、その容量っていうのを今、この MV の値で定めるっていうふうに言ったので、この、まず、このですね、この T 以外から、あ、しまった、消してしまった。間違えたんですけど、これを戻すのはこうかな。T 以外からなる部分は、これ ST カットです。で、ST カットなんだけども、その容量は今言ったみたいに MV の和になりますから、こうですね。こうですね。こうなっています。で、先ほどの図に戻りますけども、この流れている状況を見ると、この S から出ていってる部分、これは全部、その過不足なるこの容量をこれ全部これ使ってるわけです。使ってます。ですね。で、一方で、この T に入ってきている部分ですね。t に入ってきている、なんだっけ、t に入ってきている個の容量も、この過不足なく使ってるわけです。この容量1のところはちゃんと1流れてますし、容量3のところは3流れてることになってるわけです。でそうすると、実は、この s だけっていう、st カットも、次の、この s だけっていう、カットも、最小 ST カットだし、この T 以外っていう、ST カットも、これ最小 ST カットになっているということがわかります。これはですね、これ前回の編集問題につながっているんですけども、あ、つまり、T にたどり着ける、補助ネットワークにおいて、補助ネットワークにおいて T にたどり着ける頂点だけを、ま、集めていく、集めてきて、その補集合を考えると、最初 ST カットになっているっていうものがあるんですけども、まあ、それがですね、ちょうどこれになるんですね、この場合は。ってことになって、この S だけっていう、ST カットも T 以外っていう ST カットも両方とも最初 ST カットになって、それ最初、両方とも最初 ST カットですから、容量等しいわけです。容量等しいわけなので、つまり、この二つの、値っていうのは等しい。ってことが、このようにその向き付けられるときには成り立っているってことがわかります。わかります。
だから、このような最小、最大 SP 流を、見つけるというのを最大流問題として、モデル化したときに、このすべてうまく流れていることから、この必要条件も実は導かれることがわかります。だから、そういう意味では、この、最大流問題としてモデル化するときには、この、なんだっけ、条件が成り立ってたかどうかってことは別に確認する必要はないです。で、だからその、この最大流問題を実際解いてみたときに、この条件が成り立つってことが、うまく結びつけられるときには自動的に導かれるということになるわけです。いいですか？ちょっと今説明が良くなかったことです。いいでしょうか？はい。じゃあちょっと別の例見ますね。先ほどこのうまく向き付けられなかったっていう例の方を見てみたんですけども、じゃあこの場合に、同じように、このグラフと容量を作るわけです。先ほどと違うのはこのですね、値の与え方だけですね。じゃあこの、グラフ作って、最大流問題解いてみましょうと。ということをやって、その整数最大 ST 力を見つけるわけですね。で、そうすると、この場合はですね、こんな感じになります。この値が13の、整数 ST 量が見つかって、で、実はこれが最大 ST 量です。で、なんでかっていうと、このグラフにおいては、容量が13であるような ST カットがあるからです。で、それを見つけるのは実は割と、難しいかもしれませんけども、頑張って見つけると、こういうのが見つかると。形になります。で、これは、S と、この25と28と58と2と5と8ですね。これを持ってきて。で、そうすると、そこから出ている辺の容量を足すと、このカットの容量になるんですけども、それを数えると、まずこの S から出ていて、この25、28、58入っていない点。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10からですね。だからこの部分で、まずそういう部分の、そういうこの容量が11あります。11あります。で、ここに書いたこの25とか28とか58から出て、このカットに、ごめんなさい、25、28、58という頂点から、この ST カットの外に向かっている子っていうのはありません。なんでかというと、25から出ている子っていうのは、2と5に向かっていて、それはこの ST カットの要素に入っているからです。だから、ここの部分ですね。この間のところでは、この ST カットの容量に貢献する子はありません。だから、この部分では、この部分で ST カットの容量に足される量は0になります。で、最後、この258から出ていって、この ST カットに、あ、ごめんなさい、258から ST カットの外に出ていっているこの容量っていうのは、この部分のこの0と1と1になります。ただ、この部分を足すと、その容量に貢献している量が2になります。で、これ全部足すと、13ですね。だから、この ST カットの容量はこれ13になります。で、この容量13は、先ほどの流れの値と同じなので、実はこの流れは最大 ST 流であり、ここに書かれているものは最小 ST カットですけど、わかります。いいですか？そうすると何を言ってるかっていうと、この、最大 ST 流においては、うまく、各辺の向きを決めて、その終点を頂点に割り当てようとしても、すべての辺の向きをうまく割り当てることができないということがわかるわけです。つまり、うまく向き付けることはできないということが結論できます。ですか？で、実際この例ではできなかったというのは先ほど別の方法で証明しましたけども、この、最大 ST 流の値を見ることでもわかるということになるわけです。いいですか？ですか。でですね、実際ちょっと強調したいことがあって何かというと、今ですね、この最小 ST カットには、どういうふうに作ったかというと、S と、252858、258っていうのを、実は作ってるんですけども、それは、この元のグラフにおいて、
この252858っていうのは、まあ、変に対応したわけです。で、まあ、その変に書いてみると、これは252858ですね。で、下の部分の頂点に対する頂点、これ258です。で、それも、まあ、元のグラフにおいて、まあ、頂点に対してるわけです。258。で、そうするとですね、さっきの考察があったんですけども、それ何だったかというと、このグラフが、うまく結び付けられないっていうことを証明するときに、2から始めて5と8の部分で矛盾が起きたってことを言ったんですけども、実は、その矛盾が起きる部分っていうのを、この最小 ST カットは実は教えてくれるんです。という一般的な法則があります。これはですね、ちょっと深いんですね。これちょっと深いんですね。だから実はこの258で部分だけ見ると、この元の、向こうグラフがうまく結び付けられない。うまく結び付けられないっていうのは、その各頂点の因数がこの与えた非不整数になるように結び付けられないっていうことが言えるんですけども、それは実はこの今作った最大流問題のモデルの最小 ST カットを見ると実はわかるってことが言えます。で、それを、深く考察するっていうのが演習問題にあるんですけども、ちょっとそれは難しいかもしれないので、いわゆるあれですね、発展演習問題になってるんですけども、まあ、余力があったり興味がある人はぜひやってみてください。はい。これが、この結び付けの話でした。じゃあ最後にですね、リーグ戦における優勝可能性判定問題の話をしていきます。これはですね、第0回目の時にこういう問題扱いますよっていうふうに、挙げた問題の例の一つですけども、もう一度どういう問題だったかってことを述べます。で、これはですね、アメリカン、MLB だから、大リーグですね、アメリカの、大リーグ、野球の大リーグ、アメリカンリーグの東地区で、1996年8月31日金曜日に実際に、起きた状況を書いてます。で、メジャーリーグベースボール、当時のアメリカンリーグ東地区には5つのチームがありまして、まあ、ニューヨークヤンキースと、ボルチモア・オリオールズ、ボストン・レッドソックス、トロント・ブルージェイズ、デトロイト・タイガースっていうチーム。まあ、今もあるチームもありますし、今ないチームもあると思います。で、そのですね、5チームの順位がこうなっていると。で、まあ、勝ち数、負け数が決まっていると。あります。で、もちろん、勝ち数が最終的に一番多いところが優勝です。もちろんって言っちゃいますね。最終的に、行う試合数が全部同じになります。どのチームも。で、その時に、勝ち数が一番多かったチームが優勝になるということになります。で、一応ですね、まあ、この、リーグには引き分けないと。思ってください。で、残り試合がありまして、28人の。ありまして、ですね、その残り試合をどのチームと対戦するのかっていう、その対戦表示って言っていいかもわからないですけども、まあ、その中書いたのがニューズルーがあります。例えば、このニューヨークヤンキースは、残り28試合のうちの3試合をブルーチームはオリオールズ、8試合をボストンレッドソックス、7試合をトロントブルージェイズ、3試合をデトロイトタイガースと。行って、で、7試合、他地区を行うと書いています。まあ、他地区っていうのは、その、まあ、日本のプロ野球でいう、交流戦のようなものだと思っていただければ良いということですね。はい。で、まあ、ボルチモア、オリオールズは、28試合のうちの3試合がニューヨーク・ヤンキース、2試合がボストン、レッドソックス、7試合がトロント・ブルージェイズ、4試合がデトロイト・タイガース、12試合が他地区であるというような感じになっています。で、今のところですね、このデトロイトタイガースは49勝しかしてなくて、まあ、圧倒的にですね、この今現在首位であるニューヨークヤンキースに置いていかれているわけです。じゃあこの時にですね、今この状況でデトロイトタイガースはまだこのアメリカンリーグ東地区で優勝できますかってことをちょっと考えたわけですね。まあ日本でもですね、なんかマジックナンバーとかっていう考え方あると思いますけど、まあそういうような、ものと、似たことを考えたい。マジックナンバーというよりは、何て言うんですかね。だからデトロイトにとって優勝がまだできるのかと考えたい。で、優勝するためには、勝ち数を一番多くしなくちゃいけないわけですね。だから、まあ、少なくとも最終的には75勝以上する必要はあります。
まあ、だから75勝だったら、まあ、今のニューヨークヤンキースと、まあ、タイなので、まあ、それは許しましょう。それだったらまだ地区優勝する可能性ありますから、だからどう頑張っても74勝しかできないんだったら、まあ、これ困るわけです。その時にはもう地区優勝できません。で、実はこれ27残ってますから、この27の残り全部勝つと、49たす27なんでしょうね。49たす27は、76ですね。ってことは、もし全部勝ったら、このニューヨークヤンキースの今の勝ち数75上回るんで、あ、また優勝できる可能性あるかなっていうのは気がするわけですね。で、そういうことができると。例えば、今のこの27試合、すべてデトロイトタイガースが勝ち、残り28試合、すべてニューヨークヤンキースが負けとしましょう。で、そうすると、最終的にデトロイトは76勝、ニューヨーク75勝だから、まだデトロイトタイガースで優勝できるかなっていうふうに思うわけですね。で、そこでちょっと考えてほしいことがあるんですけども、ニューヨークヤンキースが全て負けるってことは、他のチームは、この対戦表において、ニューヨークヤンキースの対戦全て勝つわけです。例えば、それは何を言ってたかっていうと、ニューヨークヤンキースはボルチモアと3試合試合をするんだけども、この3試合全て負けると言ってるわけです。この過程においては。そうすると、ボルチモアは少なくとも、この今の71勝に対して、プラス3勝はするということになります。で、それは、ボストンがトロントにとっても同じことになるわけです。そうすると、ボストンレッドソックスは、今69勝してるんだけども、残りのニューヨークヤンキースとの試合8試合に全て勝つことになります。この過程の後では。そうすると、69プラス8で、ボストンは少なくとも、77勝してしまう。69たす8が70、60、あ、間違えた。69たす8は77ですね。だから77勝したわけです。で、そうすると、最終的に、デトロイトは76勝するんだけども、この過程のもとでは、ボストンは77勝しちゃうから、デトロイト大会優勝できないと思います。困りましたね。ってことですね。で、そうすると、まあ、何がよろしくないかっていうと、まあ、デトロイトビーキになって、残り試合すべてデトロイトが勝ったとしても、ニューヨークがすべて負けてしまうと、デトロイトタイガースは優勝できません。つまりですね、あ、だから、デトロイトタイガースが優勝するためには、まあ、デトロイトビーキでデトロイト残りすべて勝つんだけども、ニューヨークはすべて負けてはいけないわけですね。だからそういうのが、うまいバランスを考えなくちゃいけないんですよ。で、そこが、この判定をするところ、上で難しいことになるわけです。で、今からやりたいのは、このデトロイトが優勝できるかどうかってことを判定する問題を最大級問題について考えてみましょうと言います。で、どうするかっていうと、これはやっぱりこの割り当てるってことを軸に考えたわけですね。例えば何かっていうと、ニューヨークヤンキースとボルチモアオリオールズは残り3試合します。で、この3試合において、どちらかが勝ち、どちらかが負けるわけです。先ほど引き分けないと仮定しました。これ、どちらかは勝ち、どちらかが負けるわけです。なので、その勝ちを、この3試合におけるこの勝ちを、ニューヨークヤンキースとボルチモアオリオールズに割り当てるって考え方をします。割り当てるという考え方をします。で、それによって、うまくそのバランスをとって、デトロイトタイガースが優勝できるような勝ち負けの割り当てができますかってことを考えます。ですかね。まあ、具体的に今からやっていきます。先ほど言った通り、今この優勝可能性を判定するために、デトロイトは残り全部勝つっていう、その今デトロイト B 級の状況を仮定しましょう。で、他地区あるんですけども、他地区の勝ち負けは、この、5チームの、優勝、なんだろう、他地区だからどういうんだろう。今、デトロイト、利益にするために、デトロイトはまず残り全部勝つとします。この27試合全部勝つとします。で、他地区は、このニューヨークヤンキース、ボルチモア・オリオール、ボストン・レッドソックス、ロンドン・ブルージェイズが、の勝ち数を伸ばさないように全部勝ってくれると。他地区は。全部勝ってくれる。だから他チームは、地区で全部負けると仮定します。
それを今、そのデトロイトビーチの状況が起きたとしましょうと。で、そういうことができた時の状況をここに示してきました。で、そうすると、他地区との残り試合はもうありません。だから、7試合今全部負けました。このニューヨークヤンキースは。で、なおかつ、デトロイトのとの3試合も負けました。だから、今10敗しました。だから、まあ、今10増えましたと。という状況になりました。そうですね。で、デトロイトこれ全部勝ったので、27勝を積み上げたという形になっていると。で、この状況では今、勝ち数を見ると、デトロイトタイガースが76勝してますから、このチームに比べて勝ち数多いですから、今この状況の、この状況で なんかリーグが終わったら、デトロイトタイガースは優勝してるわけです。だけども、まだ残り試合ありますね、たくさん。で、これをどうしたいかというと、先ほど言った通り、うまく振り分けて、どのチームの勝ち数も76を超えないようにしたい。ということを考えるわけです。で、それが先ほど言っていた割り当てるっていう考え方で、つまりそれは最大流問題として、モデル化できますね、ということになるわけです。ですか。で、実際にやってみましょうと。先ほどまではちょっとその上に S を置いて下に T を置くっていうのは書き方をしてましたけども、ちょっとここでは、ちょっと違って、左に S、右に T を書くというふうに示してます。でですね、今この上に書いてるのは、デトロイト全部勝って、他のチームまた地区に全部負けたという状況の表です。それでですね、このグラフ、どのように作っているかというと、この左側、まずですね。この右側には、各チームに対応する頂点をつけます。チームっていうのは、デトロイト以外ですね。で、だから今やりたいのは、対戦のにおける価値をチームに割り当てるっていうことをやりたいので、そのオアシスの言い方で言うと、オアシスにおける9号の言い方で言うと、ここに置かれているのはそのオアシスですね。その2割り当てるの、その2のところに対応するものですね。チームに、割り当てるので、このチームを置きます。ですか？で、左側に置かれるのは、これは、対戦に対応する頂点です。勝利をチームに割り当てるので、この対戦に対応する頂点がここにあります。例えば、この一番上のニューヨークヤンキースとボルチモアオリオールズの対戦ですね。で、それに対応する頂点を書いてます。この下のところ、これはボストンレッドソックスとトロントブルージェイズの対戦に対応する頂点です。ですか？で、その対戦とチームがどこに、個が引かれているかというと、その対戦の勝利を、その対戦に関わっているチームに割り当てるわけなので、例えばニューヨークヤンキースとトロントブルージェイズの対戦に対しては、ニューヨークヤンキースとトロントブルージェイズに向かってこう引き、他のチームにはこう引かないということになるわけです。いいですか？では、各チームに、あと、各対戦からどれだけの量を割り当てたいのかというと、それはですね、残り対戦数だけ割り当てたいので、この各対戦が残りいくつあるのかということがあります。例えば、ニューヨークヤンキースとボルチモアオリオールズは残り3試合行うので、その3という量を割り当てたいわけなので、S からニューヨークヤンキース、ボルチモア、オリオールズに向かっているコミは3で出します。先ほど言ってませんでしたけど、すいません。もう一度言わなきゃいけないですね。S からは、この対戦に対応する頂点すべてに向かって、こう引きます。で、この割り当てられる方ですね。割り当ての、ただ、オアシスに対応する方には、その T に向かって、すべて頂点を、項を出すということになります。で、その上で S から出ている項に対しては、その対戦に対応する残り対戦数を要求します。だからこれだけの量を割り当てたいということですね。で、真ん中の部分は、まあ、大きな生成数だったら何でもいいです。で、今度は、まあ、この場合は1ではダメで、なんでかっていうと、割り当てる量が3とか8とか7とか、1よりも大きな整数になっているので、ここは、うまく、その、大きな整数を3と割り当てておく必要があります。1ではダメです、今度は、この場合は。はい。で、最後ですね、ここ。これは、どういうふうにしたいかっていうと、今ですね、デトロイトは76勝して、まあ、優勝に向かっているわけです。で、やりたかったのは何かっていうと、この、
対戦ですね。対戦の勝利というのをうまく割り当てて、このすべてのチームの勝利数を76以下になるようにしたいというふうに言ったわけです。で、そうすると何を言いたいかというと、すべてのチームの勝利数を76以下にしようと思ったら、ニューヨークヤンキースはあと1勝しかもらえません。だからニューヨークヤンキースに割り当てられる勝利の数は1しか許されないわけです。ボルチモア、オリオールズに許される勝利数は残り5です。5個しか、だからその5という勝利しか、ボルチモアには割り当ててはいけないということになるわけです。で、その数値を表すように、このキーに向かっている子には要領をつけます。だからそれがその、ここに書いてある、そのチームがあとどれだけ勝ってよいかという数値になります。今言ったように、ニューヨークヤンキースはあと1勝しか、持ちますね。で、トヨタタイガースの勝利数を上回らないようにするには、ニューヨークヤンキースはあと1勝しかできませんから、その1という数値を書きます。ボルチモア・オリオールズは76勝を超えないように勝利するためには、勝てる数は5までなので、5という数値を書きます。こんな感じです。トロント・ブルージェイズは、63勝もしてますから、76勝に満たないように勝つには、あと13勝できます。こんな感じで書きます。で、これで、グラフと容量の構成は終わりになります。はい。で、じゃあこれにおいてどういう流れが見つかるとどうなのかと言いますか、言います。で、例えば、今、じゃあここでですね、最大流の値がうまく、3たす8たす7たす2たす7たす0、27になることができると、これ何が起きているかというと、まずですね、この S から出ていっている、このすべてのこの容量を使い尽くします。で、それがこの27っていう量です。ですね。で、それだけこう、まあ、これ流れてるわけです。ここ、だからちょっと、ここから3流れて、ここ8流れてると。で、例えばこの、じゃこの3流れていったもの、あ、書いちゃった。3流れていったものっていうのが、だから3、8、7、2、7、0流れていったものがうまく全部この t に収まるっていうのはどういうことかっていうと、各対戦に対応する頂点にその対戦数だけ流れ込んできて、その流れがうまくこの、その対戦にかかっているチームに分配されると。勝利として分配される。で、その各頂、えっと、各チームに注目すると、そこにこの集まってくる、この流入ですね。流入っていうのは、そのチームの勝利に対応するわけです。つまり、このチームがあと何勝をこのリーグにおいて行ったかっていうのが、この流入量を示すわけです。で、その流入をすべて、この容量制約を出しながら流すことができれば、容量制約な、を満たすよう、容量制約を満たしながら、この NYY という頂点における流量保存制約を満たすように、すべて流出ができると、何が起こるかというと、ニューヨークヤンキースは1勝だけしか、この流れの中ではできなかったと。この割り当ての中ではできなかったということになります。まあ、1勝あるいは0勝かもしれません。だから1勝以下しかできなかったということになります。同じように、例えばこのトロントブルージェイズに流れ込んできている勝利数ですね。を見て、その勝利数が13以下であれば、その流れ込んできた勝利は全部、T に向かって出せるわけです。という形で何が言いたいかというと、ここの3たす8たす7たす2たす7たす0っていう27っていう値の、流れをうまくすることができれば、各チームの勝利数はそれぞれ1以下、5以下、7以下、13以下になって、レトルト大会さ優勝可能になります。で、逆に、デトロイトタイガースが優勝可能であったら、そういう流れになくちゃいけないということになります。つまり、ここの、T に流れ込んでいる、流量が、それぞれ1、5、7、13以下になっているような流れというのは、グラフにおける、うまい、その、勝利の割り方に対応することになりますから、この、両方向での矢印が成り立つことになります。つまり、今から考えたいのは何かというと、この、
グラフにおいて、最大 ST 流の値が27なのかどうかということになるわけです。ですか。で、まあ、これ実際、まあ、解くというか、まあ、この最大流頑張って見つけるわけですね。で、見つけると、まあ、こういうのができます。で、この値26になります。26なんです。で、まあ、実際この、流れが最大流であることは、先ほどと同じように ST カットを見つければ証明できます。で、ST カットを実際見つけると、まあ、こんな感じなんですね。実は、まあ、この ST カットは、容量が26であって、でそうすると、先ほどの ST 流の値と、この ST カットの容量が等しいので、先ほどの ST 流の最大性、これが最大 ST 流であるということが証明されるわけです。で、その値が26なんで、27じゃありませんから、結論として、あ、このデトロイトタイガース優勝できませんでしたと。あ、優勝とかできないことがわかります。つまり、うまくこの残りの試合を4チームに割り当てて、どのチームも勝ち数が76以下にすることができないということがわかります。いいですか？いいですか？じゃあ、ちょっとじゃあ、同じようなことを、ということになります。で今はですね、この最大流を用いて優勝可能性を判定するってことをやったんですけども、まあ、これをですね、初めに提唱したのは、このシバルスの66年の論文っていうのが、まあ、割と古いですね。まあ、そこに書いてあります。でですね、今は、優勝できますかっていう話だったんですけども、例えばですね、2以上になりますかとか、3以上になりますかとかっていうふうに、その、t 以上になりますかとかっていう話にすると、これ途端にですね、難しくなります。まあ、この何をもって難しいと呼ぶのかとかっていうのは、ちょっと、ちゃんとここでは説明しないんですけども、まあ、そういうことは証明されています。まあ、もう少しちゃんと言うとですね、この t も入力の一部だと、これ難しいということになります。で、まあ、この優勝可能性判定問題っていうのは、まあ、この最大流問題を解けば、まあ、解けるんですけども、まあ、そのような問題に特化したアルゴリズムっていうのも実は、まあ、いろいろと提案されているということもあります。でですね、今はこの勝ち数、勝利数で優勝を決めるってことをしたんですけども、まあ、いろんなですね、スポーツでは、勝ち点制ってのがありますね。勝ち点っていうのかな。だからなんか、引き分けもあって、勝ったら3点、引き分けだったら1点とか、なんかそういうようなパターンありますよね。で、じゃあそういうリーグだったら、この優勝可能性の判定っていうのはどうなのかってことは、まあちょっと気になるわけです。例えば、そういうのも ABC 規則、ABC ルールということでしょう。勝ちだったら、その勝ち点が A 点。で、引き分けだったら B 点。負けだったら C 点。だとしましょう。で、先ほどの、勝ったら勝利が1つく。で、引き分けなくって、負けたら何もないっていうのは、まあ、100規則というふうに、まあ、見ることができるわけです。ですね。で、そうすると、世の中にはいろんな規則があって、例えば、210規則ってあります。これ何かっていうと、勝ったら2点。引き分けたら1点、負けたら0点っていう勝ち点がもらえるっていう話です。で、これはですね、まあ、1990年までの FIFA からワールドカップですね、サッカーの、まあ、こういうような勝ち点制を使ってました。で、これは実は、この場合は最大のものだとして、この場合も解けます。なんでかっていうと、この場合は勝ち点を割り当てるっていう形で、問題をかけるからです。何かというと、その1試合を行ったときには、2という勝ち点をその2つのチームに割り当てるわけです。で、片方が勝ったら、その2という勝ち点を勝利したチームに全部割り当てて、負けた方には割り当てない、0を割り当てるという形になって、引き分けたら、2という勝ち点をその2チームに1ずつ割り当てるという形になるわけです。だから、この210規則の場合も、先ほどと同じように、勝ち点を振り分けるという考え方ができるようになります。ですか。だから、その場合は、先ほどと同じように最大流問題として、モデルができます。やりましたね。一方で、310規則。これはですね、1990年以降のサッカーワールドカップで、勝ったら3点、負けたら0点、引き分けだったら両チームに1点というような勝ち点を割り振る方法です。で、実はこうすると、優勝可能性判定問題は NP 困難。だから、どのように、うまく解いていいかっていうことが今のところ分かってない問題になります。まあ、そういう証明もされているんですね。で、これは何が問題かというと、今言ったみたいな割り振るっていう問題になっちゃないんですよ。
つまりその、この場合ですね。この310規則の場合には、だからまあ、A と B というチームが対戦したとして、例えば A が勝って B が負けたらどうなるかというと、A には3点、B には0点を与えられるとなります。で、一方で、これ引き分けだったらどうなるかというと、A には1点、B には1点になるわけです。で、何が問題かというと、これ足したときの値が異なるんです。上の、この210規則っていうのは何なのかっていうと、これはちょっと書くところが良くないですね。勝ったら2点、負けたら0点なので、2チーム合わせて、その和が2なんです。で、引き分けの場合も、引き分けたら1点だから、両チームの勝ち点の和が2になるわけです。だから、この210規則の場合は、いずれにしても2点という決まった量を2つのチームに割り当てるってことは、変わらないんですね。引き分けであろうが、勝ちであろうが、負けであろうが。だけども、この310規則においては、勝ち負けがついたら3点を分けていて、引き分けたら2点を分けるっていうふうに、これ変わるわけです。分ける量が。で、これは問題の構造を難しくしてるんですね。で、こういうちょっとした問題の、考え方というか、の違いで、問題の難しさが劇的に変わるってことは、こういう話ではよくあります。よくあるので、それは注意してください。だから、例えばこの今、210規則で簡単に解けるんだなとか、100規則で簡単に解けるんだなって話があったからといって、310規則の場合の勝ち点の振り分け方で、優勝可能性問題か、可能性判定問題が同じように解けるってことにはならないですか。それは何でかっていうと、もちろん言うと、210規則とか100規則っていうのは、同じ決まった量の点を割り振るって形になってるんだけども、310規則がそうなってないかということですね。だから、こういうような意思決定をするっていう場面がいろいろとあるわけです。だから今、その優勝可能性判定問題のことを言ってますけども、このどのように勝ち点を決めますかっていうようなことを皆さん、決めないかもしれないけども、同じようにその決め方を決めるってことは、いろいろとあるんですね。で、その時には、ちょっとしたルールを変えることで、その問題の持っている性質っていうのがガラッと変わるってことがよくあります。ので、それには注意をしてください。で、じゃあ今日の話はこれで終わりになるのでまとめをします。今日は最大流問題を用いて割り当て問題。特に例として、そのオアシスでの救護。オアシスでの救護。って話と、二つ目、グラフの実数制約付き向き付けって話と、リーグ戦における優勝可能性判定問題って話をしました。で、この三つに共通していたのは、流れっていうのを割り当てるってことに対応させるという考え方でした。だから、この中で、最大流問題にモデル化するというところで、出てきたグラフの形とか、容量の付け方っていうのは似ていたというか、同じであるというふうに見える。人はいたかもしれませんけども、実際そうであって、そこには共通する割り当てるって考え方があるんだ、ということを、認識してください。で、次回も最大流問題、こちらも出るかの話なんですけども、特に、2部グラフの最大マッチの話をしていきたいと思います。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。